はい皆さん、こんにちは。ハリウッドスターを目指す男、ハリウッドスターを目指す男、アレックスです。えー、まず、チャンネル登録者9名様、本当にいつもありがとうございます。まず、ですね1つ、えっともう1つ謝罪が実はありまして、昨日、ですね投稿したえ成田空港からあの投稿した動画があったんですけど、ちょっと最後の方ですね、ちょっとプツってあの切れてるかつ、あのー、なんか早口で聞き取りづらいなーっていうのを後で自分で振り返ってですね。あのー 視聴者の方も同じように感じて、もしいらっしゃったらです、ね、申し訳ないなと思いまして、えー、本当にすみませんでした。<laughs> 今日はですね、あは、のー、仕切り直しまして、えー、とアメリカから昨日ですね、日本に帰ってきましたんで、あのーまあ、こういったテーマでいきたいと、えー、思います、えー。海外住みやすいと思う理由3選ですね、海外が住みやすいと思う理由3選。えー、この3つのつ えー、コンテンツに分けてですねお話を進めていきたいと思うんですけど、えまずですねあのこの動画見てらっしゃる方っていうのは、私と同じですねこう何か本当に成り上がりたい、何かこう本当に夢を本当にガチで使いみたいんだっていう、そういった方向けの動画になってますので、あらかじめご了承の方でお願いします。で、僕はハリウッドスターを目指してます。皆ささんはは何を目指されてますか、はい ぜひですね一緒にやっていこうかなと思うんですけどこの動画を見ていらっしゃる方っていうのはあの例えば日本と違って海外ってそもそも何が違うんだろうとか実際に海外に住んでる人の意見を聞いてみたいんだけどとか日本に比べて海外って住みやすいって聞くけどそもそも何が違うのみたいな、まあ、結論から言うとですね海外は基本的にですねやっぱりマイペースです。マイペースはい これはです、ね、国によってもこう様々だとは思うんですけど私自身もこう通訳として、まあ、いろんな国に行、ね、っている立場としてやっぱ感じることがやっぱどの国もやっぱりマイペースな気はしています。はい、で今回はです、ね、私がまあ直近で3ヶ月アメリカでこう生活してです、ね、こう仕事をした経験をもとに、えー、このまあ海外が住みやすいという理由をです、ねまあ、3つのコンテンツに分けてお話を進めていきたいと思います。 海外住みやすいと思う理由3選まず1仕事の内容が明確2拘束拘束されることが基本的に少ない3が先ほど述べましたマイペースですねこのコンテンツでお話を進めていきたいと思いますまずですね仕事の内容が明確ってこれなんですけどこれはですねあのーまあ、基本的にまあ最初にこう、まあ、補足しますのがやっぱりこう海外って言ってもやっぱいろんな国があるしやっぱ出会う人もそれぞれ違うと思うんでこれはあくまで僕の 1一つの意見として捉えていただけたらなと思います。でまずあの、まあ、仕事の内容が明確なんですけど、例えばですね僕が今、海外で、まあ、アメリカで昨日まで,です、ね、アメリカ人2人と仕事をしていましたで。仕事の内容っていうのがある日系の商社さんがあの商品をです、ね、アメリカのマーケットでこう展開させていこうっていう上であで3人を採用したんですよね。まず1人が僕です で、僕はこの、えっ、ー、と、仕事、兼かつ通訳ですね。で、もう一人がいわゆるウェブマーケティング。で、もう一人がウェブデザインの担当している方。っていう形で、あの、三人の役割がもう、そもそも明確になってるんですよ。まず、A さんがいわゆるウェブマーケティング。で、B さんがウェブデザイン。で、僕が、そういった、商品、例えば、検品であったり、まあいった、まあ、通訳の仕事っていう、まあ、こういった形でですね、もう三つ、それぞれ、みんなこう分かれてます。でですね、これって、あの、僕、めちゃくちゃいいと思ってて、 まあ採用方法にもそもそもです、ね、日本とアメリカってこう違いが、まあ、あるんですけど例えばアメリカこれは実は僕がアメリカの,その仕事の同僚の人にいろいろ質問して、まあくまで一意見としてまあ聞いた話なんですけどやっぱりアメリカっていうのはこう義務教育例えばまあ大学を卒業するまでに自分のまず得意分野自分がこう好きなことっていうのをまあ仕事にしていくっていう上でまあ好きなことっていうのをもばしっとこう見極めてもうこれをとことん専門性をこう身につけてこう身につけて身につけて磨いて磨いて磨いていわれるこう就活の 時にも私の得意分野もこれですーっていうので自分の得意分野で勝負するっていうのがアメリカの文化なんですよね。で、これも本当にアメリカ人全員が全員っていうわけではないんですけど、基本的に仕事のできる人たちっていうのはまあこういう仕事の取り方っていうのをしていると思います。これはまあ日本でもまあ一緒だと思うんですけど、ただこれが日本と何が違うのか、まあ、ここなんですけど、例えば日本みたいに例えば総合職とか、こう僕あんまり日本の会社に属したことってあんまりないので、あんまり詳しくないんですが、例えば総務とか。 まあ人事といった、まあ、そういったなんか部署泊みたいな、なんか総務ってそもそも何の仕事みたいな思わないですかね。僕みたいにこう何も知らない人って、いや、総務って何みたいな。だってアメリカみたいなウェブデザインですとか、ウェブマーケティングです、商品の検品ですっていう枠組みがないんですよ。いわゆる総務って、にゃんわりとした形で採用してるから、日本人ってこう、専門性のある人っていうのが育っていかないっていう。でこれは日本の文化でもあって、 やっぱ日本ってこう長年かけてこう熟練者、エキスパートを育てていくっていう、まあ、文化があると思うんですよね、やっぱ会社として。こう新入社員が入って、先輩社員からいろいろ学んで、学んで、学んで、その会社での,そのスキルを身につけていくっていう、でそもそもこの,このスキルっていうのはまあ専門性があるのか、っていうまずここにクエスチョンマークを持たないといけないと思うんですけどでアメリカの場合っていうのも逆で、もう大学にこう、えー、と卒業して就活するまでに自分の専門性っていうのを見極めています。もうここで用意、どんでもエキスパートとして勝負できる。 っていう上で、あの仕事の内容がすごい明確だなと、えー、アメリカに関してはですね、僕はすごい思いました。で、に拘束されることが少ない。この拘束っていうのも、例えばですね、あの例えば満員電車です。僕、昨日ですね、2019年の12月19日、アメリカから、えー、帰国して、僕、実家が福岡なんで、えー、福岡空港から、まあ、家に帰るときにまあ地下鉄を使ったんですけど、もうそもそもですね、こうサラリーマンで、もうスーツを着ている人たちに、僕は四方八方こう囲まれるだけでもなんかもうストレスみたいな、もうこれがまず嫌だ。で、あ そうだ、日本ってこうだなって改めて行き過ぎました。なぜかというと、アメリカで仕事してた時って、そういうのがま,ま,まず全くなかったんで,で。これもですね、さっきの専門性を皆さん持ってるっていう話をまあしたんですけど、あのー、基本的にアメリカっていうのはあのー、いわゆる自分のスキルを持ってたらですね、もう会社に依存する必要ってなくて、じゃ自分のスキルを、例えばですね、ちょっと,ちょっと順番変えますね。例えば、仕事のミーティングとか打ち合わせっていうのは、基本的にこのパソコン、これでできるんですよ。なんか出勤する必要っていうのもまずない。 ってていいいううここととは満員電車に巻き込ままれることもまずないっていう専門性があればもうこういったやり,やり方も、まあ、一つの選択肢として、まあ、できるんじゃないかなっていうのは感じてます。でそもそも人前に出るわけじゃなくこうやってまあ家僕もこれそうですよねこれ実家で撮ってるんですけどこれ実家でこう別にスーツ人前に出るわけでもないし、まあ、スーツを着る必要もないっていう。なんであの、まあ、こうやってま私服でやってるんですけどでこれはまあ皆さんがこうどういったこう仕事のやり方を好んでいるのとか。 これからどういう風にやっていきたいっていうそのまあ好みにもよると思うんですけど僕の場合はスーツをまず着たくないで、えー、マイペースで仕事をしたいっていうのを求めていった結果日本ではなく海外になって、まあ、アメリカのそういった仕事の仕方が僕はめちゃくちゃハマってるなっていうあの個人的な印象ですねでもこれもやっぱ面白いのが じゃあ出勤しなくていいっていう、ここもそうなんですけど、やっぱこう専門 <laughs>、専門性を持ってる彼らっていうのはもう会社にそもそも依存してないんですよね。変な話、彼ら一人だけでも仕事がやろうと思えばで,できるので、誰かに相談せずに専門性があるんでできますよね。で、これはいい意味でですね、上から目線なんです結局、私たちはこういった専門性があって雇ってください。で、パフォーマンスを出します。出したら文句ないですよね、みたいな。文句ないですよね。も、ま、う、あ、パフォーマンスさえ出せれば、別に家でこう、まあ、パジャマでやろうと、別に。 こんなスタンスでこう来てるようなイメージを僕は感じました。で、雇用側っていうのも結局、あの結局やっぱ数値、アメリカはやっぱ実力社会だからこれやっぱ数値でやっぱ見られるっていう、これもやっぱこう僕はやりやすいなと思います。例えば何月何日までに、じゃあこれまでの数値を出してくださいと。それをクリアできればあなたはやっぱり雇用、なんかこう契約条件とかそういったのを満たしてますみたいな。 このノルマをクリアできたら、じゃあさらに給料を上げてくださいねっていう交渉もまずできるんですよね。これっていうのは専門性を持っているからこそあのできることだと、えー、僕は、えー、思ってます。でもう一つです、ね、伝えたいことがあって、すみません、これ今僕ブログも書いてるのであの、ブログもちょっと見ながらになってしまって申し訳ないんですけど、要はこうメリハリというかですね、こうなんていうか、でアメリカではさっきも言ったように、基本的にテレワークって言って、まあ、こういったパソコンとか、 まあこういったスカイプとかそういったものでもやり取りをするんで、あのー、例えば、まあ、これってまあ在庫ビジネスされてる方っていうのは難しいかもしれないんですけど例えば日本もです、ねまあ、やってるところももちろんあると思ってて例えば積極的にこういったテレワークとかっていうのをやっぱ導入していけばやっぱりこう会社の家賃っていうのはまあそもそもドカーンってこうまず削減できるし固定費がまず削減できるし。 まあそういったまあ通勤時間、通勤時間2時間とか3時間とかかけている人、東京だと結構いらっしゃると思うんですけど、そういった通勤時間もまず無駄がなくなるし、やっぱそういった満員電車でこうストレスを抱えるそういった心配もまずなくなるっていう意味で、これテレワークは本当にこういいことしかないなと思ってます。で、やっぱテレワークをすることによって、やっぱこういった、例えば月曜日の、えー、と朝の9時にじゃあ絶対ミーティングしましょうと、えー、週1回ミーティングしましょうと、やっぱこの1回っていうことにすることによって、やっぱこう、限られた時間で、 限られたことしかやっぱ発せなくなくるのでやっぱこうパフォーマンスというか仕事の効率もさらにさらにこう上がっていくとあの個人的にあのすごいえー、これは思いますねまあさっきも言ったんですけど、まあ、要はこうメリハリがすごいこう僕は良くなるんじゃないかなと、えー、思ってますでさっきのいわゆるちょっと話戻るんですけど実力社会ですね要は数値さえ出せれば大丈夫でしょうみたいないいでしょうみたいなこれは逆でこれは本当に日本の社会の悪いところでもあって日本っていうのはもうある程度こう月給が決まってますよね 月給は決まって変な話、まあ、ノルマある仕事って、例えば営業の方だとノルマってあると思うんですけど、基本的に何もしなくても、例えば、あのーまあ、車でですねこう、昼寝したりとか、まあ、遊んだりとかしても、まあ、固定給が入るっていう、まあ、ここにやっぱ僕は、あのー、安心を覚えちゃだめだと思ってて、これは僕の中でいう悪い意味での安心なんですよね。それって今一時的にはいいと思うんですけど、やっぱこう、僕は本当に、えっと、先日ですね、ロサンゼルスのモバイルコングレスっていう、まあ、世界最先端の IT、IT をこう、 集めている、まあ、国際会議に参加したんですけどそこで、まあ、シリコンバレーから来てた、まあ、フューチャーダイヤルっていう、まあ、IT 関係の会社が名前出していいんですかね、まあ、会社が来てたんですけどそこがですもうえげつない AI のロボットを作ってたんですよねいわゆる、まあ、シンプルな作業っていうのはもう基本的にもうロボットでも全部できるようなそういった仕組みを開発されていてこう今本当にこう何もしなくてもお金を得れている人とかこう今一時的な安心だけを 元にこうう生活してていいる人っていうのは僕は、まあ、僕もそうなんですけど僕のツレクって仕事も本当にまあ2、3年かなと思ったんですけどもう本当にもう2021年には本当にマジでなくなるんじゃないかなっていう僕の場合専門性がないのでだからそういった形でまあ次に準備していかないと本当にまあ置いてきぼりになるんじゃないかなと個人的に思ってます。はい。で、これは前回の動画でもあげたやっぱオリジナリティっていうかまあ自己ブランディング。 の話にもなると思うんですけどやっぱりこう出る釘は打たれても出すぎた釘っていうのはやっぱ打たれないんでやっぱオリジナリティがあればあるからこそやっぱ人に真似できないやっぱそういった仕事ってやっぱ僕はもう残るなと個人的に思ってますで最後ですね、えー、マイペースですねこれはもう本当に一概に言えなくてただあのー、僕はドバイオーストラリア、まあ、アメリカで、まあ、仕事っていう仕事もましてきたんですけどこうなんていうかですね日本みたいにこう集合時間の数分前に絶対集合みたいなそんな国って僕は正直見たことがないですね はいまあ、もちろん国によって違うと思うんですけどだから逆にこう遅刻しても別にぐだぐだ言われることもなく、まあ、とにかく緩いなと、まあ、結局まあ何ていうか、まあ、それがいいか悪いかってもちろんですねちょっと大事なミーティングに遅刻するとかってなると本当に論外だと思うんですけど、まあ、基本的にアメリカっていうのは個、まあ、が尊重される例えば日本では本当はあのあの,あのドレス本当は着たいんだけどもなんとかちゃんに。 もし見られたら絶対なんかうえーって言われるしなんかうわあのかっこいいジャケット着たいけどどうせ同僚のあいつに見られたらまたなんか言われるんやろうなみたいなんであのこう自分のやりたいことを断念されてる方周りを気にして断念されてる方ってめちゃくちゃいると思いますただアメリカってですね本当にまあそういったのが本当,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 本当にこうないというか個人が尊重尊重というかもう本当にこの世界というか例えば私の例でいくと僕はアメリカ古着が大好きで あの前回ですね、えっと、サンディエゴのスリフトショップでまフリー,ーに行ったんですよね。で、そこでちょっと掘り出し物みたいなあのアメリカのアーティスト。あ名前だったかな。グレイビー・クラビッツみたいなアーティスト。僕あんま知らなかったんですけど、その方の T シャツがめっちゃかっこいいなと思って、オレンジの T シャツなんですけど、買って、いざですね、帰宅して着てみたら、ちょっとでかかったんですよね。うわーでもこれかっこいいしと思って、ただ僕で、どうしても着たかったんで、ただでかいと。よし、じゃあ袖を切ろうって、ハサミで僕袖を切ったんですよ。 タンクトップにしたんですよねこれもし日本でやればもうドン引きされると思うんですよ。えー、みたいな。え ?T シャツえ切ってそれ人前で切れるみたいな。ただですね、アメリカの同僚にこれ見せたら、えめっちゃかっこいいやみたいな。めっちゃクールやねみたいな。まあ、そういった社会がアメリカなんですよね。これって、あのまあ、ファッションに関してもあこれ、これファッションに関してなんですけど、例えば髪型とか、もちろんアイディアとか、他何がありますかねファッション、 アイディア、髪型まあ、仕事の仕方、日本ではえその仕事のやり方どうなんっていうのも、アメリカでは意外とハマったりとかっていうのってめちゃくちゃあるので、やっぱりこう、日本ではこう生きなかった才,才能っていうのが、アメリカで生きるっていう人って僕めちゃくちゃいると思うんですよね。だからやっぱそういった世界に出会うっていうのは、やっぱこう自分で実際に見て、世界、 いろんな海外いろんな国に行っば見て、そういった世界があるんだっていうのは、やっぱりこう海外に行く醍醐味なのかなと思ってます。で、まとめますと、海外住みやすいと思う理由3選ですね。1、仕事の内容が明確。2、拘束されることが少ない。3、マイペース。まあ、こんな形でまとめました。で、例えば私の場合、すみません、今日長くなっちゃってますね。 僕はですね、自分をすごいホームレスクリーターになった時に、僕、自分をめちゃくちゃ自己分析したんですよ。で、どういう時に俺ってストレス感じるんだろうっていう。で、結構面白いことに気づいて、あれと。僕ですね、雨の日って僕めちゃくちゃストレスっていうか、テンションが下がるっていうことに気づいたんですよね。じゃあ、そもそも雨のない国ってないのかと。で、たまたまそういった、あのー、まあ、いろんなご縁が広がってですね、まあ、ドバイに通訳の出張で行けたことがあってで、ドバイっていうのは暑すぎるんですけど、今だに雨降らないんですよね。だからもう、その気候が僕めちゃくちゃなんか気持ちよくて、うわっ。 日本っていう選択肢だけじゃないんだっていう。海外ってそもそも雨がないから、ストレス感じることそもそもなくないみたいな。で、僕が直近、昨日まで住んでたのが、アメリカのカリフォルニア州のサンディエゴってとこ。もう本当にですね、もう気候がめちゃくちゃ気持ちよくて、あのー、雨見たのですね、本当に1回ぐらいですね。3ヶ月で1回ぐらいしか雨見てないです。でも本当に最高でした。でもストレスもほぼないし、まず満員電車とかまずないし、なんかもうとにかく <laughs>、 なんていうかです、ね、まあ海外に行く理由ってまあそれぞれだと思ってて、まあ、食べ物とか、まあ、観光地あとそこに行きたいとかもちろん出会いとかもそうなんですけどやっぱりこう自分で実際に見て感じたものっていうのが僕は正解なんじゃないかなと、えー、個人的に思ってます。で僕も久々にに日本に帰国したんですけど もう今の時点ですね、もう早く海外に脱出したいなと個人的に思ってます。で、僕はですね、個人的に今ちょっと目をつけてる国があって、あのジョージアっていう国、あの結構おすすめなんで、あの動画の概要欄にもどう、えー、ジョージアですね、ジョージアをおすすめする理由3選っていうのを載せ,せてますので、ぜひそちらもですね、ご興味ある方は参考にされてください。以上、えー、っと、今日はカリフォルニアじゃないですね、えー、ハリウッドスターを目指す男、アレクサがお送りしました。失礼します。